プライバシーは侵害しない。ここまで来てプライバシーの侵害がどうなのか言わないですよ僕。いや本日はね、まあ弟もお世話になってる。いえいえ、シート合わせでバッチリだということで。こういうのを全くしていけないと思うんで、まあ、某社さんよりはフルセットされる全然安いっすよ。ですよね、うん、某社さんのやつはめっちゃ高くなるから、うん、ただそのカスタムの要素、その本人に合わせて微調整こうやってできるのも、いやなんか、ね、せっかく買ったのにあんまり調整の仕方が分からなくて、そうね、そうね、ちゃんとできなかったら、うん、あれだなって、うん、良かったですね。まあ、そう言っていただけるだけでも全然嬉しいですよ、本当に。ありがたいですよ、はい、うん、ちゃんとシート合わせして、うん、自分のなんかこう思ってる感じでできたことはないんで、うんうん、まあ、あんまり、ね、うん、そういう人いないと思うんですけど、いやいや、でもやっぱりやりたくてもやれない人とか、あと世の中にほらいろいろいらっしゃるじゃないですか。やっぱほらアクセルもブレーキも踏めない方とかもやっぱりハンドルにそういうデバイスつけて、それでもねこう車運転したいと、うん、ね、いう人がいるので、もうね足が全くつかないんだったら、うん、後ろのやつでもいいんですけど、うん、まあ、これあのサメズの教習所の人に言ったんですけど、うん、足動くから左振りして、うん、やらないと、うん、全く使わなくなっちゃうのもあるし、うん、別になんか移動手段としてだけ使う、その車を、うん、買って、うん、やるんだったらいいけど、僕そういうのも嫌なんですね。だろうね、帰っちゃって、うん、あでもよかった、膝周りのクリアランスも問題なく、ぴったしですよ。ぴったしですか。高すぎることもなく、うん、まあ、そこはちょっと細かく調整できるので、まあ、後でね、調整していただいて、今ちょうどシート合わせたところ全体的な微調整はやってみたんですけど、まあ、今の状態でも結構良さそうな感じになるので、遠すぎることもなく近すぎることもなく、ドラポジ大事ですね。そうやっぱりこうシンクロする感じがね、でも無理な着座位置だとどうしてもこう疲れるし、自分から合わせにいく感じがないから、そう、そこが大事ですよね。いやいやいや、これライソンさんのデザインセンスと、僕はちょっとこう微調整にちょびっとこう入ってるだけで、隠し味にして、いやほらそういう隠し味できないですね、人が多いですから結局売ってるものを買って自分でどうにかするぐらいしかないから、これでいいだろうっていうのはないけど、ね、機会がないんじゃないですか、ね、うん、可能な限りは、まあ、今回みたいにこうフィッティング、で言ってよかった、これそれしたいですって言って映像を今日紹介してもらったんですけど、ありがたいです。せっかくね、トータルでなんか30万近く払ってるのに、うん、できませんでしたって言われた。いや、それはね、それで持ってきたらさ、本当に静かにとか言うと思いますけど、ピッとしなかったらどうしようかと思います。ドラポジはちゃんとしっかりとした姿勢で集中できるようなその着座位置で、うん、しかもまだ後ろに行ったら普通にハンコンとかやらないFPSとかやるだけでも、うんうん、そう、いろんなジャンルやるんだったらこう多分セミパケットでもこのホールド性高いんで、これはちょっと眠くなったら倒すこいつはね、結構こいつはねいいんですよ。このシンプル、うん、レバーついてる、レバーついてる、うん、でもねしっかりね、うん、上げないと、うん、倒れない、うん、そこら辺はね、ちょっとね作りがすごい、いやでも悪くないっすよ、うん、お、背中に体幹って入ってる、ね、倒してやった方がいいですか。あ、大丈夫ですよ。バッチリ映りました、はい、ありがとうございます。